Hey guys, welcome back to my channel. I'm Yuya from Japan. So today, I'm gonna take a vlog going to the lake with my friend. Hi, I'm Sota. はい、ということで今日はね、久しぶりに外に出て動画を撮ってるんですけども、この夏休みね、せっかく入ったのに全然ね、外で、どっか出かけられてないんで、今日はちょっとね、久しぶりに友達と、いろんなとこにね、河口湖とかその周りにいろんなね自然の綺麗なね観光地とかめっちゃあるんで、その辺に行ってみたいと思います。じゃあ今日は楽しみましょう。 Let's go。 はい、そろそろね、横に湖がもう見えてきました。めちゃめちゃでかいし、その周りの山がね、すごいよね。すごいですね。はい、河口湖に着きました。めっちゃでかいな。本当はね、この後ろに富士山があるんですよ。今ここら辺にあるやつ。でも雲がちょうどかかっちゃって今見えないんですけど、残念ながら。あともうちょいなよね。この周りの自然もめっちゃ綺麗。もうちょい先まで行ってみるか。すごいね、ガーデンになってる。ヨーロッパっぽい。そうね、ヨーロッパの田舎に。めっちゃ綺麗。お、富士山の上が見える。はい、ちょっとね、水の方、湖の近く近づいてみようと思います。このなんか丸いのめっちゃ可愛いね、これ。めっちゃ静かで、ラベンダー味を食べてみようと思います。ラベンダー味買いました。めっちゃうまそう。うん、めっちゃうめえ。すっげえ不思議な味する。はい、じゃあアイスも食べたんで次の場所に移動したいと思います。レッツゴー。たまたまちょっと移動してたら、すっごい富士山がめっちゃよく見える場所があったんで、ちょっと泊まりました。見てください、これ。めっちゃいい感じ。ちょっとね、湖の下のこの辺降りられるんで、行ってみようと思います。やばい、ここいいわ。Okay, we came back the car and we're gonna go Asama Shrine next. So that is one of famous shrine in this prefecture. And you can see the beautiful scene. It is first time to visit there, so I'm looking forward to visiting there. How about you? Yeah. By the way, refreshment is really important for us, right?Because usually I think I'm so busy and tired, so sometimes I have to go refresh. 着きました。はい、arrived。 じゃあ今から浅間神社シュラインに行きたいと思います。充電がちょっと切れそうなんですけどね。 Let's go。はい、じゃあ今ね、浅間神社に着いたので、ちょっといろいろ探索していきたいと思います。
ごいね、木がすごいですね。この木見てこれ、俺の幅よりあるもんすっげえ高さやばいね、すごいです。全部ここにそれ並んでもじゃあちょっと上も行けるみたいなんで行ってみますか。上にねその鳥居がまたあってすっごいいい景色なところがあるんで、そこはねめっちゃ有名な場所らしくて、よく俺の好きな YouTube の人とか YouTuber の人とかも行ってましたんで、ちょっと行ってみたいと思います。すげえ道狭い。 Are you okay? ちょっとやばい、動物出てきそう。今ちょっと車止めて今から見行ってみようと思います。お、あるよね、あれ。ほら、ここだよ。見えてきましたね。おお、すげえ。やばいっすね、この景色。わあ、すげえ。よっしゃ、着きました。あ、これサムネでいいんじゃない。はい、ということで今一通り観光地回ってきたので、今度はねサービスエリアに行って、夜ご飯を食べていきたいと思います。で、これから行く談合坂サービスエリアっていうのはすごいね、でっかいサービスエリアなのね。そう、だからいろんなね、店とか食べ物とかいっぱいあるんで、ちょっとね、美味しいもん食いに行きたいと思います。今ね、もう高速道路走ってます。はい、ということでこれからサービスエリアに帰りたいと思います。はい、ということで辺りはすっかり暗くなっていますが、やっと談合坂サービスエリアに着きましたんで、電気が消えちゃった。これから、飯を食いに行きたいと思います。それではレッツゴー。レッツゴー。間違えた。味噌ラーメンね、なんか限定のやつらしいね。いただきます。めっちゃうまそう。はい、ということで飯食い終わりました。うまかった。うまかったです。疲れたね。疲れましたね。はい、という感じでね、これからもうあとは帰るだけっていうことで、今お菓子をね買ってきたんですよ。パイの実を、パイの実めっちゃ好きで買って、ちょっと食いながらゆっくりして、まあ俺は運転しないからお願いしますということで、はい、じゃあ今から帰りたいと思います。